ようやくね、念願のボルダーに来て、もう20年以上前からね、昔からやっぱり来たくて、ね、本当にどんなところなんだろうってずっと覚えてね、ようやく来たんですね。今、標高がね、3300m ぐらいのところで、こうやってね、いい感じで走ってきた。本当に何て言うかね、トレイランニングっていう言葉がね、結構しっくりくる、まさにこう発祥の地なんだなっていうのがね、よくわかりますね。本当にね、山の素晴らしさね、なんか本当に一個一個にピークの名前がついてないんだろうな、なんて感じでね、本当になんかこう、眺めてるだけでね、気持ちがすごくね、おおらかになります。まあ、今回ね、ビッグホーンというレースでね、100マイルと思うんですけど、まあ、正直言うとね、体調は全然です、まだ。まあ、とにかく100マイルっていう距離にね、体をとにかく慣らせたいっていう思いがあったんで、やっぱあと一番大きいの、実は一番大きいのは今回やっぱりね、アメリカのトレランニング文化っていうのをね、やっぱり、しっかりまた自分で感じていきたいなっていう思いがあって、まあ、ビッグホーンっていう列はね、20年の歴史があって、本当にコミュニティベースで作ってるね、スタート側にあるデータっていう考え方を聞いたんで、まあ、そういった意味ではね、トレランニングがどうして盛り上がってるのかっていうね、そういう現場を近くに、まあ、触れられたらいいなっていうふうに思っています。まあ、本当に楽しむしかないなって、何も考えてないです。とにかく楽しむ。ここずっとね、3年、4年、まあ、本当に大きな怪我してたんで、正直やっぱり本当に心が楽しめなかった感じがするんでね、まあ、そういった意味では、ビッグホーンは、心底で楽しんでいきたいなというふうに思っています。でもなんかね、やっぱりトレランとか旅じゃないですか、やっぱ。でもまあ、旅の中にあるトレラン。で、トレラン自体も旅だし、なんていうか、なんていうかこう、自由さっていうのがね、すごく好きですね。これ新しくね、ランニング文化としてね、こういうなんかスタイルも含めて、なんか日本に、伝えていきたいなっていうふうに思いますね。まあ、やっぱりどうしても日本ってやっぱりね、トレランニングってレースって感じでしかないじゃないですか、やっぱりどうしても。本当にトレランニングの楽しみっていうのは、やっぱり自分でこうフィールドを探して、で、自分でやっぱりこう、自由を求めて、やっぱり走るっていうのが、やっぱり本当の醍醐味だと思う。